はい、今回2024年10月号のダイハツの最新納期で新型車の情報、リコール情報ですね、判明して、まあ最新納期の前に新型車の情報、リコール情報からで、リコールが新たに発生して9月20日ですね、全車種で15車種 OEM 車含めてですね、トヨタ、スバウェの OEM 車含めて15車種、対象台数が約171万台となっていて、ダイハツからはタント、タフト、ミライス、デムーブ、あとはキャンパスで、生産終了した分がキャスト、ミラトコットで、あとは普通車のロッキーですね、現行車で含まれていて、対象生産期間は車種とかグレードによって違ってくるんですけどね、主に現行型で令和元年10月7日から令和5年10月6日にアイデンですね製造された車種が対象で、不具合件数が現時点で449件、事故にはですねつながってないみたいですけどね、まあ、前席の取り付けボルトの締め付けが不十分ということで不適切ってことですね。衝突時に座席が動き本来のジョイン保護性能が発揮できない恐れがあって、まあ、衝突した際ですね、フロントシートが動いてしまう可能性があって、全車両当該ボルトをトルクで締め付けで、ダイハツに関する最新情報として、新車開発プロジェクトに関して新法規対応になっているのがですね3車種のみ、ムーブキャンパスでタントミライスですね、その他の車種に関しては新法規を満たしていなくて、10月末からですね一旦生産停止になることが判明して、まあ、新法規に対応するためですね、全8車種以上ですね、まあ、ダイハツの車もそうですし OEM 車含めてですね、もっと車種がありますけどね、ダイハツだとタフトが3週間でコペンが7週間のトール5週間、ハゼットカーゴが1週間のハゼットトラックが半年間ですね。で、ロッキーに関しては1週間だけですね、生産停止になる予定で、各停止期間ですね、短縮する可能性もあるっていうことで、で、新型車の情報としては、最近だとですね、ミライスの方が一部改良実施、車両後方にコーナーセンサーを追加し、交代時における車両後方の確認性を向上、あとスマーシレスがですね廃止になって全車ですねスマーシが標準装備だ、廉価に関しては92万6200円だったのがですね6万6000価格アップ値上げして99万2200円ですね値上げして、まあすでに100万切ってんですね、まあ、スマーシが標準装備になることによってですね廉価が価格アップ、グレードによってはですね 7% 前後値上げして、ラゲン支援で判明している新型車、まあ、現行車のですね一部改良が秋から冬にかけて実施されて、来春には軽商用車 EV とムーブですねようやくフルモデルチェンジを実施、まあ、ダイハツトールがですね2023年秋に発売予定だったのが2027年6月以降ですね発売することが判明して、あと新型コペン、コンセプトカーの買いの名前がビジョンコペンですね、ビジョンとして、まあ、モーターショーとかですね展示されてましたけどね、まあ、それに関しても来年か再来年ですね登場するという話で、あとはロッキーが前チェンとかミライスがモデルチェンジするという情報もあってですね、そこに関してはまだ確定情報ではないですけどね、あとロッキースペースですね追加したりと、はい、続きまして2024年10月号のダイハツの最新納期、はい、10月号のダイハツの最新納期で OEM 車に関してもですねダイハツと似たような納期、福祉車用車からでタントスローパー11月中旬で、アトレスローパーが12月下旬で、ハゼットもですね12月下旬で、助手席回転シート仕様が
ターンとウェルカムシートリフトが11月中旬で、トールのシートリフトがお問い合わせくださいになってますね。オーダーストップの可能性が高くて、でタントのウェルカムターンシートが11月下旬で、で続けて貨物所有者アトレが12月下旬、ハイゼットトラックお問い合わせくださいになって、ハイゼットトラックですね、一番生産停止期間がなくて半年ですからね、受注停止になったのがでしょうね。ハイゼットカーゴが12月下旬、福祉車用車と似たようなのっけですね。で小型乗用車、普通車が通るロッキーともですね、お問い合わせくださいで、オーダーストップ中ですよね。ルーミーとかライズに関しても受注停止中で、で軽移動車コペンが大発にしてますね、若干納期は長め、1月下旬、まあそれでも3、4ヶ月ぐらいですね、納期ですよね。まあ、この納期プラス2週間前後で納車という形なんで、4ヶ月ぐらいですね、見といた方がいいかもしれないですね。で、ミライス開業後ですね、11月下旬。で、タフトがエストアリ、12月下旬、ナシマですね、12月下旬。だ、法規対応後なんですかね。キャンパス、アイストアイなしかかわらず12月下旬ですね。で、タントが、アイストアイなしかかわらず11月下旬で、まあ、あと納期の方短縮してきましたよね。で、カスタムも標準車としてですね、アイストアイなしかかわらず11月下旬。で、タントファンクロス、アイストアイナシカカーですね、11月下旬で、タントと一緒で、ライバル車がですね、続々と登場してきて、まあ、デイカミーニアですね。まあ、デイカミーニアは新型車ですけどね、最近だと、スズキカーですね、新型スペーシアギア2代目が登場して、あとはホンダカーですね、N-BOX ジョイが登場して、タントファンクロス、価格が安いんですよね。ターボに行くでも181万確か切ってたと思いますし、装備内容もですね、質感も高くてですね、まあコスパがいいアウトドア向けのですねクロスオーバーとなっていて、Kスーパーハイドラゴンのクロスオーバーですね。まあ全体的に見たら先月比と比べたですね、全体的に納期の方が短縮傾向で、普通車がまあしばらくですねオーダーストップになる可能性が高くて、はい、今回2024年10月号のダイハツの最新納期で新型車の情報、リコール情報について紹介しました。